吹田市議会議員選挙の候補者ポスター紹介をしていこうと思います。はい、ただいま令和5年の4月17日火曜日で、時間がですね19時頃でございます。私ただいま、大阪府の吹田市に来ております。ということで、吹田市議会議員選挙を行われておりまして、このポスター掲示板の前におります。これからですね、候補者ポスターの紹介をしていこうと思います。はい、定数が36で、候補者が45ということで9名が落ちる、そういう選挙となっておりまして、地方選挙においてはですね、激戦と言われる、そういった選挙戦じゃないかなと思います。というわけで、候補者ポスター、候補者は、たくさんおりますので、手短に紹介していきたいと思うんですけれど、その前にですね、今回は吹田市においては、市議会議員選挙のみならず、市長選挙も、行われておりますので、こちらの、ポスターの方も、紹介していきたいと思います。候補者が3名おります。というわけで、すいません、上垣優子さんなのかな、日本共産党推薦の方です。ちょっと漢字読み方間違ってたらすいません。で、馬場圭次郎さん、大阪維新の会公認、45歳です。はい、3人目、後藤圭司さんで、自民党立憲民主党推薦と書いてあります。というわけで、市長選挙の方のポスター、市議会議員選挙の、ポスター掲示板の方に移りたいと思います。でですね、今回ポスター掲示板多数の、ポスター掲示場があるわけなんですけれど、今回ポスター掲示番号がですね、このようにランダムになっております。というわけで、1番から順番にやっていくと、届け出番号順にやっていくと、時間かかりますので、ここはですね、もう順番といいますか、配列順にやっていきたいと思います。というわけで、まずですね、ここ江口礼志郎さん、大阪維新の会公認で、次ですね、柿原真希さん、日本共産党で、こちらがなくて、今度ですね、西岡智和さん、立憲民主党、泉智弘さん、自民党公認、白石徹さん、自民党公認、坂口妙子さん、公明党公認、山根武人さん、日本共産党、石川勝さん、吹田党、竹村博之さん、日本共産党、こちらが空いておりまして、川本仁さん、無所属、林康弘さん、大阪維新の会、乾聡さん、大阪維新の会、堀口康介さん、令和新選組公認、村口久美子さん、日本共産党、石田周平さん、自民党公認、磯川由香さん、市民派無党派って書いてありますね。梶川文雄さん、ちょっと好きやねん吹田と書いてありますね。有沢由真さん、吹田党、小喜多和美さん、公明党公認で、下が空いておりまして、池淵幸子さんですね、無党派ですね、で49-50と空いておりまして、川田久志さん、大阪維新の会公認、藤木英介さん、自由民主党公認で、下が空いておりまして、後藤久美子さん、大阪維新の会で、下1個空いておりまして、浜川剛さん、公明党公認、橋本淳さん、大阪維新の会、中西裕太さん、参政党公認、野田康弘さん、公明党公認、西ヶ谷公平さん、 NHK 党公認、沼田修子さん、無所属新人で、下が空いておりまして、こちらも空いておりまして、増田洋平さん、日本共産党、塩見美幸さん、日本共産党、円谷、和久さん、
無所属市民派、今西洋二さん大阪維新の会で下が空いておりまして、はい、村尾拓也さん、はい、所属はねちょっと書いてないように思います。下1個空いておりまして、井上雅美さん公明党公認、はい、久保直子さん、はい、参政党、玉井美希子さん、日本共産党で下1個空いておりまして、はい、高村正俊さん大阪維新の会、井口直美さん大阪維新の会、はい、清水良介さん大阪維新の会、はい、木村豊さん、立憲民主党で53番空いておりまして、次後藤恭平さん、吹田党、はい、沢田直樹さん自民党公認、矢野新一郎さん公明党公認、佐藤の義則さん、はい、自民党公認ということで、まあ、合計ですね、あの候補者45人、定数が36ということで、まあ、9名が落選する選挙でございます。ぜひともですね、私の動画を見ていただいている皆様、はい、吹田市民の皆様、 NHK 党公認の、まあ、西ヶ谷公平をですね、吹田市議会に押し上げていただきたいと思います。吹田市担当、早稲田大学卒、元日立造船営業主任、28歳ということで、まああのね、若い人をぜひとも吹田市議会に押し上げていただきたいと思います。おそらくですね、あの自分 の、ね、あの携帯電話番号を、まあ、公開している候補は西ヶ谷候補だけだと思います。我々 NHK 党はですね、はい、あの候補者自らまあ、連絡先を、ね、公表するという方針のもと、まあ、ポスター掲示板もですね、ポスターあの連絡先の方は公表させていただいている候補者がほとんどです。というわけでですね、まあ、ぜひとも、はい、吹田市民の皆様、西ヶ谷公平にご投票をお願い申し上げまして、私の、はい、この動画を終了させていただきます。はい、吹田市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、どうもありがとうございました。